それだ、足んなかったものそれですね。本当にそのグレーテルさんが言ってる埼玉スーパーアリーナに負けてるってのはそこですね。カカカカ風とロック風とロック、柳井道彦です。お晩でございます。風とロック最初で最後のスーパーアリーナふるさとまであと34日。あれ、4日っての30とかにつけていいのかな。34日です。はい。今夜はスペシャルゲスト。もう風とロックのスペシャルウィークですね。呼んでおります。はい。風とロック、あのね。はい。結局、校長先生と教頭先生に呼び出された学生みたいな気持ちなわけですよ。理事長クラスですよ。目の前に。いやいやいや。教授でもあるわけですから。そうです。いや、なんか、はい、講師。すごく、はい、なんか小さくなってます、今。すいません。改めまして、風とロック最初で最後のスーパーアリーナふるさと公式応援隊のこのお二人です。どうも、こんばんは、マンボウヤシロです。どうも、グランジュ田山と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。公式応援隊は亀田誠二さん、高橋優。亀田誠二さんに3つけちゃうと高橋優くんって言いそうになりますけどね、はい、なんかあんまり高橋優くんって言ったことない。まあプロデューサーけど言っていいよかな、高橋優くん、優さん、優さん、どうせならこういうのでなんか差別ですよね、これね、3つけたりとか。いやいや、差別じゃない、関係性です、関係性です。 OK、 じゃあ、はい、もう亀田誠二さんも呼び捨てにします。それはそれでおかしいんじゃない。おかしい、優くんに合わせる必要ないんですよ、はい、あ、そうか、はい。じゃあ亀田誠二様、高橋優様、マンボウヤシロ様、富山大輔様、はい、この4人が公式呼んで、この4人がいいんで、僕は嬉しいです。一旦、だから非公式応援隊になってくださってる方は増えてます、今、ありがたいことに。で、よくね、亀田さんと高橋にも言われるんですけど、はい、公式応援隊って何すればいいんでしたっけ。何も聞いてないっすよね。聞いてないです。今でもでもこれはね、個別に亀田さんと高橋にも言ったんですけど、はい、本当に正直に言うと、なってくれてるだけでいいわけですよ。振り返った時に、はい、こう後ろ向いたら、はい、亀田、高橋、マンボウ、富山がにっこりこっちに笑ってくれたと。柳井さんいるよって、はい。ありがとうって、それでまた前に進んでいくって、その効果の絶大な4人なんですよね。本当に、いや、光栄ですよ。いや、本当そうなの。だから、極論言うと何もしてくんなくていいんですよ。それはそれだな。本当に。一応、なんかどうして、極論言うと。僕は、僕はですよ、応援隊と認識してます、自分のこと。はい、はい。いや、一番やってくれてるよね。あります。ちょっと待ってくださいよ。SNS ではしっかりとリツイート。さらに自分が喋る場所では、はい、3月30、31日でこういう、大きなイベントやない道彦60年記念のイベントありますよっていうのは、結構いろんなところで。東京 FM でも喋ってます、はい。渋谷のラジオ。渋谷のラジオは喋るところが2時間の大特集をしてくださって、はい、もうすべてこの時間を喋るというのを自分なりに。文化放送お隣さんにも出て喋ってくれてたし。そうです。はい、そちらでも。で、米 FM でも喋りましたし、はい。その辺のことは僕は一応やらせてもらってるというのは一応。ありがとうございます。いや、とんでもございません。一番、ずるい頼み方だよね。その、何やってって言わないで、こっちからは非常に言いづらいじゃないですか。レギュラー番組とかで、このイベントの話してくださいよ、みたいなね。はい、それなんかやらしいじゃないですか。まあ。いやいや、でも、それは、うん、はい。それぞれの方が。組み取って、一応僕なりにやらしてもらう。ヤシロさんも当然、ね。そのマウント取る感じ、いらないから別に。スカイロケットカンパニーに月火水木と毎日で。この流れだと言ってないってなるけど、はい、いや、言ってるから。言ってますよ。言ってるから。言ってるんですか。言ってるお笑いの僕らがなんかやれるようなことってあるんですか。ええ。ダンシュンさんもいるしな。そうっすね。さだまさしさんの日でしたっけ。そうですよね。31日ね。ダンシュンさんに俺らが何か言えるかってさ、まず言えないのと。そうですね。あと3月30日枠なんで。日にちが違う。僕らは。まあもちろん両日だけど、一応、ね、一応3月30日土曜日。うん、で、ダンシュンさんは31日。はい。で、30日の2つの公演は、なんかこう合わさって、うん、ユニットコントとかないですか、なんか。ユニットコント。そうね。そうね。書いたりとか、こう、稽古行ったりとか、我々は。この、このミュージシャンたちがみんなでコントをするってことですか。そうですね。乃木坂さんとサンボマスターさんが、はい。
ちょっと一瞬5分ぐらいの。八代さんが演出と脚本も書いてた。書く。それはやれますけど。面白い。はい。でも、マーウィズ・ブラフマン・シットマンの皆さんは、はい。やってくれそうな感じすごい。確かに、こっちの方が書きやすいかも。乃木坂サンボマスターだと。いや、書きづらいかもしれない、うん。ちょっとどういうとこに着地していいのかっていう。ですよね。うん。でも、なんか、はい、あとは、とにかく僕らができること何かっていうね。はい。はい。応援したくて僕はしょうがないです、本当に。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー。はい。もう本当に十分なんですよ、もう今の状態で。はい。神社行きます。ああ、お祈り？だって、はい、マンボウのあのコメントで、はい、成功だ。はい。あれすごい、もう毎晩耳鳴りのように聞こえてくる。耳鳴りってあんまいい言い方じゃないですか。わーっと包んでくれる。こだましてますか、ありがとうございます。いや、なんか本当に応援って考えた時に、応援の先にあるの、うん、結構祈り近いなと思いまして。そうですね。はい。なんか頑張れだけじゃ足りないような気がしてて、子供の受験を親が、急に俺上立っちゃいましたけど。いや、わかる。なんか。わかります。俺、すごい受験に、すごい近い、今の気持ち。はい。しかも、スクールロックってね、この季節。はい。受験生を応援してるしね。はい。そっか、受験生なのか、俺。なのかもしれないです。はい。なんか祈ることはできるなっていうのと。はい、ありがとうございます。そもそも、あと。はい。公式応援隊の私と八代さんは、当日いるんですよ。なんかそこら辺も何も言わないんですよ。皆さん本当ね、聞いてる方もね、こいつら何言ってんだろうと思うんですけどね。いやいや、まず何の応援したらいいですかから始まって、当日いるんですかって、いや、これ俺も今日聞きたかったの。あんまりちゃんと言われてないですよね。はい。はい、いや、正直言って、はい、そこまでまだ考えが、言ってないんですよ。結構近いっすよ、もう。あのね。え？どういうことかっていうと、パツパツなんですよ、基本的には。時間尺が。尺が。公演時間が。うん。はいはい。で、転換もあるし、うん、昼の部、夜の部の入れ替えもあって、はい、本当はまあ普通だったらもうね、30日の最初、ドア玉でこう3人で出てて、いや、どうもどうも、みたいな。はいはい。ついにこの日がやってきましたね、なんて。はいはい。制作をしてくださってる、はい、ライブの運営の方々からするともう、そんな時間ないんじゃないでしょうかみたいに言われてて。でも、なんか出てって転換してる前で出てって喋りをするとか、その寸劇するとか、それは多分大丈夫なんじゃないかなと思ってます。そしたら、もう僕は、はい、もう絶対来てください。お二人、30日。今、抑えます。袖にずっといるってことないですよね。指示が誰からも来なくて、その、なんか、いや、考えます。考えます。風とロック柳井道彦60年記念企画、風とロック最初で最後のスーパーアリーナふるさと、3月30日土曜日、31日日曜日、埼玉スーパーアリーナで開催します。4組の対バンが繰り広げられます。出演アーティストは乃木坂46とサンボマスター、マンウィザーミッション、ブラフマン、アシットマン、さだまさし、そしてグレー、ド初展。詳しくは風とロックスーパーアリーナ .com 公式ウェブサイトでご確認ください。皆様のお越しをお待ちしております。僕ちょっと話ずれますけど、はい、これ全然関係ない話ですけど、はい、やっぱ柳井道彦、うん、60周年なんですよ。まあ一応そうなってますね。結局僕これがメインだと思ってるんですよ。うん。やはりそのライブの一つ一つは確かにメインかもしれないですけど、うん、やっぱりどっか、うん、柳井道彦カウントダウンじゃないですけど、なんか1から60まで数えるぐらいのなんか H ねえ、三、四、五みたいなんで、十まで行った時に10歳の時の思い出を一言柳井さんが言ってみたいな。すごい。そんで、60が埼玉スーパーアリーナだみたいな。なんかちょっと、僕はオープニングでも途中でも、なんかエンディングでもいいんですけど。その数字の年々というの写真がワンカットずつカウントダウンされていくとかね。はい。なかなか本当これ難しいのが、はい、僕に対するサプライズみたいなイベントでもないし、はい、
自分で自分の60年ってやってるので。そうですよね。もうこれでも結構ね、あの、前にもっと出なきゃダメだってすごい言われて。はい。専門家の方々に。はい。思い切って前に出てってんですけど、なかなかそれ以上踏み込めないよね。こう、自画自賛的な。はい、ああ。ご本人では行きづらいと思うんで、うん、僕はだからあえて言いたいんですけど、やっぱりそこは、60周年だからこのメンバーも出る。うん。柳井さんの60歳のお祝いでアーティストたちも集まってるっていうことだと思うんですよ、うん、僕は。まあそうですね。だから、うん、僕を知ってる人は1万人とかはいないので、知らない人に悪いなみたいな気持ちもちょっとあるわけですよ。お客さんで。いや、これもう、そうです。わかります。柳井さんのそういう、こう、性格というか気持ち。僕だから今日。Who are you みたいな感じになっちゃうと。違う、柳井さん、それ違うよ。そう、僕今日、ここに来るにあたってです。まず柳井さんの60周年だってことと、あとこれは風とロックのリスナーさんに言いたい。はい、これ柳井さん多分言いづらいし、遠山さんの立場も言いづらいと思うんですけど、はい、僕は一応ちょっとだけ関わらせていただいてた。ちょっとじゃないですよ。2013年4月から2015年1月までですか。ありがとうございます。作家さんでいらっしゃったんですよね。はい、やらせてもらって。で、いろんなアーティストさんが来てお目当てで来るかもしれないですけど、本来だったら、風とロックのファンが集まれば、それでいいんですよ。本来ならね。本来なら。うん、ちょっと広すぎたってだけなんですよ。はい。実際。いや、うん、だけど、風とロックファンは、その、埋蔵量で言ったら、いるじゃないですか。全国にいるんですよ。うん、埋まってるってこと埋まってるだけやな。確かに言い方がある。サイレントなね、感じでね。ああ、うん、まあラジオとか。徳川じゃないけど、探し出すまま終わるかもしれないけど。いや、そんなことないでしょ。僕はこのラジオを聞いてる方で、このラジオ風とロックが好きで、柳井さんのイベントにまだ行けたことがないって人もいるかもしれなくて、まあ遠いかもしれない。チケットもね、こう、宿泊も移動もってお金のことなんで難しいんですけど、あとは、そのフリーペーパー。これ柳井さん、そんなこと言うのはやぼったいと思うかもしれないですけど、フリーペーパーです。うん、100万円一冊。それがね、100冊以上出て。で、それを手に取った方全員来てくださいって言ったらおかしいんですけど、何か心動いたりとか。人生変わった人は、この柳井さんのお誕生日に来るっていうのは、うん、僕はなんか、リスナーさんたちここですよ。なんか、多分、風とロックというものを認識して、近くにあった方々、は生活の中で、俺ここなんじゃないかと。で、むしろ、乃木坂ファン、サンボマスターファンがチケット買えないぐらいの方が俺いいと思う。風とロックファンが集まっちゃったよ。これで、柳井道彦さんをおみこしに乗せて、乃木坂さん、サンボマスターさんが担ぐ。どうでしょういや、でもその視点は、はい、忘れてたっていうかなかったんでね。先々週ぐらい、グレーのテルさんが来てくれた時に、はい、僕にくれたアドバイスが、柳井さん、埼玉スーパーアリーナの名前に負けてないですかって言われて。おやっぱり埼玉スーパーアリーナって場所へのさ、敬意もあるし。大きさもありますもんね。確かに、なんていうの、ホームにしなきゃなんないんだけど、ややアウェーな気持ちがあったなっていう。まあ、それをこれから塗り替えていく34日間なんだなってはちょっと思いましたね。今もう、そう。うん、いや、だから僕は全国の風とロックファンがガッと集まって、プラス、乃木坂ファンの人たちとか、サンボマスターファンも来るっていう、どっちかっつったら、プラスアルファの方が、アーティストさんのお客さんだから、はい、風とロックをもともと好きな人は、マンウィズのファン、ブラフマンのファン、アシットマンのファンの人たち、これが風とロックですよ、改めましてようこそって、ちょっと運営側ぐらいの気持ちで。そうだね。来るしてる人たちもね、はい、もちろんもう最初に買いましたよって言ってくれてるね、風とロッカーズたくさんいらっしゃるけど。はい、たくさん。ありがとうございます。それ以上にってことですよね。はい。うん、ちょっと迷ってる方々は、ここだぞっていうふうに僕は。これどうやって誘ったらいいんでしょう、その方々を。今熱く誘ったつもりでいたんですけど。誘ってはいるけど、何かほら、さらなるモチベーションというか、風とロック感がライブの中に、ある予定ですか、今。日に日に増えてってますね。柳井さんがその美術かどっかで関わったりとか、そういうことはあるんですか？そこのビジョンをいろんな風に使おうとは思ってますし、はい、風とロック感はあるので、はい、なんかあれ、どうですか？よく関係者席ってあるじゃないですか。はい、関係者席ってなんかもうみんな拍手もしてなくて、
なんか、立ち上がることもなく。なんか、風とロック関係者席っていうのを作ったらどうですかね。はい、はい、はい。いわゆる音楽業界関係者じゃなくて、はい、風とロックの関係者。これリスナーも関係者ですと。はい。フリーペーパーもらった人も関係者ですって言って。はい。はい。なんかそのエリアね、エリア。エリア。あ、チケットは購入いただかなきゃいけないんだけど、エリア的にそこに入れて、はい。で、そこの管理人をこのお二人がしてるとか。あ、なんか。そこに常駐してってことですか、常駐、常駐。そこで見てるみたいなね。ああ、いや、全然。あれ、でももう、これ僕らステージ上がんないですよね。いや、上がるのよ。いや、じゃあ上がりたいわけじゃないですけど。ちょっと行ってくるからさ、つって、ダダダダダって行くわけですよ。え、下は、スタンディングですか？スタンディングと、座席と両方あります、ね。それでも面白いっすね。はい、はい。で、行ったり来たりとか僕らがして。そうそうそう。ああ、はあ、はあ。関係者っていう概念がちょっと新しくなりますよね、はい、その。はい、はい。業界の人っていう業界人じゃなくて、拍手しない業界人じゃなくて、はい、一番熱い応援団がそこにいるっていう、はい、ラジオ風とロックを好きで聞いてたりとか、やっぱりそのフリーペーパーの風とロックを昔から好きでとか、はい、昨年から好きでとか、嬉しいっすねそれは。僕なんかそういう人たちにこう、だからあれでさ、福島でイベントやった時にタオル買いましたとか、うんうん、そういう人たちはなんか僕過去の風とロック絡みのグッズとかを、うん、なんか別にサンボマスターのファンの人は持ってくるかもしれないし、乃木坂の人も持ってくるかもしれないですけど、うん、僕はやっぱり誰よりも、風とロック、はい、その風とロッカーズの人たちが、過去のグッズとかを持ってきて掲げてる、うん。ことがすごくこう、それだ足んなかったもの、それですね。それなんか僕は見たいなと。本当にその、グレーテルさんが言ってる、はい。埼玉スーパーアリーナに負けてるってのはそこですね。はい。で、なんか、ど真ん中になんかいてほしいなって思いますね。いや、もうど真ん中でいい気がします。その関係者席を。まあ、今から座席難しいのかもしれないんですけど。はい。マス席みたいになってるね、はい、そこね。はい。うん。確かに。で、乃木坂のファンがここに遊びに来てる。はい、吉田さんがおっしゃったように。確かに。サンボのファンが遊びに来て、うん、その真ん中にはその風とロックの関係者たちがいるっていう絵はめちゃくちゃ素敵っすね。で、関係者がこれを機に増えてったりしてね。うん、うん。はい、はい。本当もうゴムかなんかにしといて、ね、どんどんその拡張できる、その日に。関係者席、はいはい、乃木坂見に来たけど、そうです。カジトロックの関係者にもなりたいなって思えた人が、そしたらそれはもうゴム伸ばして、ゴム、はいはい、中に入ることができる。その枠をね、鉄の柵、硬いものじゃなくて、広げることができるっていう。で、気がついたら、はい。埼玉スーパーアリーナ一面が関係者席になっている。いいですね。やっぱりね、その自作自演みたいなとこで、こう、躊躇してる部分みたいなのが、はい、確かにあったので、今解放されました、僕。この二人の力に。でも、こういうことが一番応援でしょ？応援です、まあ。そうか。その気にさせるとか、はい、改心させるみたいなのも応援ですよね。応援です。うん、あ、それこそが。出てってなんかやりたいみたいな、ちょっと喋りたいみたいなのありましたけど、はい、やっぱそうじゃないなと思ったのは、うん、柳井さんおめでとうって言いたいです。うん。僕も本当、お世話になったって本当思ってるんですよ。本当？本当です。うんうん、スクールオブロック時代に、その言われたことでめちゃくちゃ心が僕は軽くなって今に繋がってる、本気で思ってるんで、そのお祝いも当日本当させてもらいたいって気持ちは本当にあります。はい。グッときます。うん、いや、これ今日この会議してよかったね。はい。そう思って思えたら。はい、うん、今まで確かに何やってくださいって言ってなかったのはこの日のために言ってなかったんだね。今、大丈夫ですか？後出しじゃんけんに僕は聞こえなくもなかったんですけど。柳井さんが、何が、そんなわけないだろうよ。本当ですか？本当だよ、後出し。結果こうなったからそう言ったようにしか僕は聞こえなかった。完全後出しじゃんけんです。あ、認める。うん、もう100%。今その後出しのつもりで喋ってた。別に、嘘をつくわけでもなく、後出しとして喋ってた。まあ、後出しじゃんけんって言うとちょっと言葉悪い。はいはいはい、後付けじゃんけんって。後付け大好きなんですよ。あ、だからこうだったんだ、みたいな。あれ全部伏線だったんだ、みたいなのが、そうじゃないのにそう思うのがものすごく好きで。うん、幸せです、今。そういう意味で。こちらこそです。はい。ちょっとまたちょこちょこ相談させてください。お願いします。ええ。はい。引き続き応援もさせてください。はい、グループの LINE 作ってもいいですか？あ、はい。公式応援隊 LINE。はい。ええ。そうするとまた、亀田さんや高橋もちょっと刺激できるんで。誰々がこれやりました。誰々、はい、あ、ここでこういう口があったんだって、ちょっとプレッシャーのかけ合いみたいな。
当っす。僕はちょっと疎まれる存在になる可能性もあります。いや、もうでも逆にそれぐらいの、はい、だってもう1ヶ月ですもん。うん。そうですね。はい。はい。うん。1ヶ月ですよね。はい。おぉ。楽しみます。あ。うん。はい。楽しみたいです、僕らも。そうっすね。はい。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。北海道に帰ったら。残儀を食べる北海道に帰ったら活源飲みまくる北海道に帰ったら乗り行きの遠くで北海道見る北海道に帰ったら熊が出るぞのキャップかぶって滑る千葉に帰ったら東京ディズニーランドで遊ぶ千葉に帰ったら木更津で絡まれる千葉に帰ったら柏に絡まれる千葉に帰ったらマザー牧場でうんちの匂い嗅ぐ長島公園のお祭りに行く札幌に帰ったらクラーク博士に指さされる立山に帰ったら北条海岸でとにかくはしゃぐ立山に帰ったら小野屋でご飯とか花火とか買い物する変わってないねそう言われて嬉しい公式応援隊、マンボウヤシロ小山大輔による叱咤激励の会ですね柳道彦へのおこがましいですよ、はい、ケツに気をつけていただきましたありがとうございました風とロック柳道彦でした
海道に帰ったら三好の餃子頬張りまくる。北海道に帰ったら釧路のおじいちゃんとおばあちゃんと喋る。ジーバに帰ったら友達とマックスコーヒー飲んで甘いっていう。ジーバに帰ったら家族と落花生茹でて食べる。懐かしいような愛しいような、ああああああ、変わらないでいて欲しい。君がそこにいる、風とロック。